はい。皆さんこんにちは。マネリグルビジです。では今回は、信長の野望大使パーク、ちょっと幕末志士転生物語、続けやっていきたいと思います。前回はですね、まあ、武将不足が深刻化する中、毛利、長州が、徳川に、ね、攻められて、ズタボロ、島津からも攻められて、滅亡寸前というところだったので、まあ、これを吸収する形で、長州のね、志士たちを一挙に抱え込んだというのと、あとですね、島津と幕府軍をぶつけるために、あえてね、取った城を一つ、幕府に、あえて取らせるという策を取ってですね、見事に島津と徳川、まあ、つまり薩摩と幕府軍をぶつけることに成功しています。で、今回はその続きになるんですけども、まずはですね、前々回になるんですが、3連敗の大大敗を食らった、洲本城。ここをですね、今、広沢隊と山内忠義隊、合わせて4万5千の軍で攻略中です。ただし、諭吉がね、5万7千の軍で迫ってきているので、これをなんとか撃破してですね、洲本城、ここを奪取した上でですね、畿内の方に、攻略の方を進めていきたいというふうに思います。では、時間を進めていきましょう。まずは、そうだな、対面を発動しておきますか。砲術研さんを発動しておきます。皆の力、合わせよう。と言っても、鉄砲隊が配備されてるかどうかちょっと謎だな。大敗が続いたことによってね、鉄砲隊の活躍の場が、ちょっとなくなってしまっている可能性もありますけどね。そもそも、鉄砲を持っていないっていうね。東道高虎は今、いい家に入ってるんだな。で、将軍秀忠と越前池田で合戦。おお、ここは、将軍秀忠を高虎が破った形ですね。これ、さらにね、将軍家の威信が地に落ちたという形になるんじゃないかな。敵が我が領内に向かっております。徳島城に敵の軍、どんくらいの軍だ。4万8000か。この4万8000をどこで迎え撃つかだな。今山内隊が囲んでいるのであれば、広沢隊を徳島城に戻しますか。いや待って、ここは山内忠義隊を戻した方がいいね。行きます。軍の数を考えると進みます。で、広沢隊が、そうだな、まあ包囲で61、これが一番かな。まあ2ヶ月間かけて城を落としましょう。報告します。先月の終始です。下中山内隊で徳島城の守りは十分にかなうと思うので、洲本城にどんだけの軍勢がやってくるかだね、問題は。では守りを固めるためにいつもの準検所、ちょっと今からで間に合うか微妙ですけども、徳島城の近辺に気づいておきます。こんなところかな。でもう攻められる心配がなくなってきているところに関しては、撤去した上で、新しい、それこそね、収入になったり、鉄砲になったりっていうものを、ちょっと作っていきましょう。で、新設。いや、前原一世とかね、岡村伊之助とか、むちゃくちゃ使える武将たちが、ここぞとばかりに一挙に入ってくれたので、本当に大きいですね。毛利を、長州を食ったのはでかかったな、やっぱり。忠興とかもいるんだね。細川忠興。かしこまりました。山形有朋。山形有朋は初代の内閣総理大臣になってますか。ちょっとごめんなさい、もうおっさんになっちゃって
中学生とか高校生の頃だったらね、きっとスラスラ出てきたんだろうなと思うんですけど、ちょっとこの辺りは恥ずかしながら、どん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 知識がね、陳腐化してしまってるんですけど、まあ、お気づきの点とかがあれば、どしどし教えてください。待機します。使いの者が来た。僕がより交渉の申し出。講話。金銭3000。これはない。秀忠、これはないよ。せめてね、金銭30万とかだったらちょっと考えてもいいけど、ここは拒否。で、ここよ。薩摩と幕府軍。松江で合戦。ここだよね。どっちが勝つのか。おー。薩摩が勝利。これは一気に倒幕の流れができますね。負けるわけにはいかない。どうしようかな。全軍参戦してても、ちょっと幕府軍を叩きに行くしかないな。8500ずつでいいんだったら残してもよかったね。城にね。一度包囲を解いちゃった形にはなるんで。さあ、我々の方は1万1000。敵、江口隊8500。問題は、敵の大将、その陣がどこにあるかですかね。まず罠を仕掛けていきます。鉄砲水とかははまらない。いや、はめられるな。で、さらに、奈落で地に落ちてもらおう。軍施設は、そうだなぁ。ドボダラ台を入れて敵の動きを封じた上で一気にこれを殲滅していきましょう。では、合戦です。まずはこの江口隊をね、確実に葬り去りたいので、我に続け、まず一旦全ての陣を下げていきます。ちょっと今手元のキーボードが電池切れを起こしているので、ちょっと操作がしづらいんですが、確実に下げていきます。覚悟しておけ。まずは鉄砲水を敵に浴びせていきましょう。で、その上でね、うわ、ただおきとかいるね。でかいよ、ただおきとかいてくれるだけで。覚悟せよ、ご命令を。陣を張っていきます。覚悟せよ。騎馬隊はね、吉田東洋1500しかいないんですが、これはしっかり配備しておこう。よし、まずは奈落に逃さぬ、ご命令を。で、鉄砲隊を鉄砲水の罠のところに配備しておいて、あとは覚悟せよ。敵の居所知れましたな。鉄砲水がないところに関してはですね、しっかりと防御網を張っておきます。始めるぞ。ゲチ。切り込め。覚悟しておけ。始めよ。我が軍思い知るがいい。で、ちょっと一旦時間止めます。敵の罠的なものとか陣的なものは一切ない。いや、あそこにもろし台があるな。あのもろし台は吉田東洋の騎馬隊で潰しておきます。始めるぞ。敵の居所知れました。やりたい。前へ。よし、鉄砲水がはまった。鉄砲水がはまったとなれば、一旦陣を下げて、こちらの銅だら台いいのところまでね、敵を一旦引き寄せましょう。やりたい。はい。切り込め。ご命令。敵の居所知れました。哀れな弱き者、死をもって憎い。やりたい。はい。さらに陣をちょっとずつ下げて、始めよう。次の鉄砲水まで引き込んでいきます。覚悟してもらう。あと一部の部隊が壊滅しそうな感じもあるので、始めるぞ。ここは確実に
鉄砲にはめて行きましょう。始めるぞ。やりたい前へ。牧原隊が壊滅した。未熟者よ、覚悟は良い。やりたい前へ。奈落にはまったか。やってくれる。ゲチゲチ始めるぞ。やりたい前へ。覚悟しておけ。味方もね、しっかりと鉄砲水のところにはめていかなきゃいけないんですが、攻撃を受けるね。前ちょっとここは操作が遅かったかな。我が命に従え。ちょっと待って、敵が命令不可になってる。大将、これは一気に攻めするこのチャンスだ。敵の大将の陣に突貫をかけましょう。覚悟してもらおう。ああ、吉田東洋がまだダメか。吉田東洋の騎馬隊でね、敵の大将の陣に突撃をかければ一気にいけるかなと思ったんですけどね。哀れな弱き者に死をもって報う。切り込め。隙を見せた。敵の居所知れますね。敵が騎馬隊なんでね、ちょっと逃げ足が早いよね。やっぱりここは騎馬隊には騎馬隊の吉田東洋ですけど、引くぞ。そう、こんなところでアイビンクライドは。ただここで敵を捕らえた。トラ狩りってあれだね、広沢が持ってるんだね。まあ、この維新志士たちの能力をどうやって決めたかっていうと、三国志作るのね、顔写真能力判定システムを使っているので、広沢の顔をちょっとね、そのバージョンアップしたタイミングで顔写真が消えちゃってるんですけど、広沢の顔は虎狩りの顔。破れし者は朽ちるのみ。さあ、洲本城の攻略がこれではかどってくれればいいんですけどね。ここは確実に秋田隊を撃破した方。我が道を照らしている。で、洲本城だよね。お、高虎が2連戦だな、1城台。わあ、ここは立花宗茂が勝つか。で、あとはですね、洲本城が本当に鬼門になってるんで、なんとか洲本城を取りに行きたいので、どうしようかな。一旦洲本城まで軍を進めましょう。進みます。山内だよね。で、そこで合流させるというのも、まあ一つの手かな。ちょっと軍勢の数がね、減ってしまっているというのがあるので、あと5詰めの部隊を出すかどうか。まだ少し余裕があるところがあると思うので、兵にね、そこは洲本城に兵を送っていきましょう。ああ、広沢隊とかなっちゃうな。ちょっと広沢隊外して、そうするとヒグマ山、中村御所、こっから合計1万2000、これを出しましょう。進め。おお、今度は小松隊1万8000と滝川隊1万、これがぶつかるな。薩摩と和牛軍の話ですね。志果たさずして勝は終えられぬ。大義名分発動。我々も負けていられない。お、洲本城先に落としたか。でかいな。もらい受ける。そしたら山内隊一度返しましょう。
って集結させていた新たな兵1万2000も返す。で、広沢隊は一度、残しますか？相撲道場の防衛のために。姫路なんかもちょっと危ないもんね。ちょっと待ってね。ただ、いや、広沢隊も一度返そう。で、姫路城とかにね、部隊を返してあげる必要があるので、やっぱり返します。最前線の姫路城に、まあ、防御用の、武将が、誰も入ってないというね、問題なんで。そうなんだよね。伊達軍がね、反幕府の旧戦法だったはずなんですけど、ちょっと苦戦してる感じがするんですよね。井伊直弼と伊達政宗。いや、夢のような対決だけど。さあ、どっちが勝つか。直弼が勝つか。で、徳川軍と薩摩軍。これは？いや、小松立脇強いね。あ、毛利秀成が徳川に下った？やってくれるな。ちょっとここは、まあ、家中のね、引き締めをやっていきましょう。ただでさえ武将が少なかったというのがあったのに、ね、せっかく獲得した武将を失うというのは、あまりにも馬鹿げているので、ちょっとそうならないように、家中の引き締めをしっかりやっていきます。これは渋枝法だってるのかな、読み方。これを見る限りだと、兵糧の収入が増加。これはありがたいね。農地拡張も、もう入れちゃいましょうか。あとは、そうだな、西洋医学。はじめ。まあ、災害対策は、余裕があるときに入れていきます。ご命令を。で？でよ。家中の引き締め、紋章を与えていく。毛利、池田。まあ、この二人だけかな、引き抜かれるリスクがあるのは。他は大丈夫そうですね。OK だ。では、開発、行っていきます。継続。まあ、この辺りの鉄砲、牧場、なんかはね、継続していっちゃいましょう。かしこまりました。お金があるうちにしっかり継続して、その上で。かしこまった。合戦に備えていきます。最前線はやっぱり準拳場は外れないからね。であとは洲本城ね。ここをまさに対徳川の最前線になったんで、洲本城に、そうだな、戦える武将が欲しいね。広沢105、さすがよ。後藤将軍がいるよ、五次城から。あとは前原一世。新作もいるね、新作。あとは、そうだね、高知城から、山形有朋、出ましょう。こんだけの布陣を引けば、さすがに、安心でしょう。洲本城は。で、その洲本城は、準拳中で固めます。かしこまった。はっ。はっ。かしこまりました。かしこまりました。さあ、これで、まあ、一通りね、防衛網が引かれる形になると思います。どうしても島津と幕府がぶつけたいので、山陰地方への出兵はやめておきましょう。理想の、まあ、薩摩軍のね、進軍経路としては、このまま、鳥取城を経由して、機内、ここにね、なだれ込んできてくれると嬉しいので、我々はあくまでも、和歌山城、岸和田城。この辺りをね、狙っていきます。二条城と大阪城に合わせて3万近い軍勢入ってるからな。さすがの幕府軍だね。真田を取り込む可能性がありますよね、今。真田と幕府軍が戦ってますけど。
さて、金がないが、ここは朝廷にも金を貢いでおきましょう。志果たさずして賞は終えられぬな。で、東堂高虎と幕府軍、秀忠自ら出陣で、これリベンジ戦だね。いやー、高虎強いね。秀忠に2連勝。報告いたす。で、島津から兵も帰ってきたことだし、改めて出兵していきましょう。まず一つは岸和田城に兵42,900。いやー、こんだけの軍勢が集められるようになったんだね。で、和歌山城に数、そうだな、敵が3万集めて味方が1万だ、5000だとね、ちょっと話にならないので、ここは増やしましょう。フル構成で出撃をして、確実に仕留めにかかりましょうか。ちょっと待って、姫路城には兵を残しておきたいので、姫路城はやめておこう。代わりに、そうだな、津山城から1500出しますか。これで37,600。それでもなお和歌山の戦いでは幕府軍の方が数的有利があるわけだな。37,600、敵49,000、これ勝機あるかな。岸和田城の戦いでうまくね、勢いに乗れればチャンスはある。志果たさずして、あとは国衆将兵でちょっとでも兵力差を埋めていきましょう。さあ国衆よ、我が元へ集えと言わんばかりに国衆将兵を発動。お、また伊達が激分飛ばしてきたな。もちろん求めに応じるぜ。ここで反徳川の、いや伊達につきたいよ、伊達に、伊達につきたいっす。力を貸すぞ。不参戦しか選べないのがちょっと微妙だよな。これすべて徳川に反するものを支援したいの。報告いたす。先月の収支です。兵糧の消耗が激しくなってるね。ここはなんとか早々に一撃を加えておきたいな。で、中村半次郎軍が幕府軍の城を攻めています。ここはよし、島津が勝つ。で、岸和田城の戦いだな。敵が19,000、味方が12,000。国衆将兵発動してどれくらい戦力差が埋まってるかっていうところと、部隊数で、敵が7、味方が9、部隊数の多さを、まあ、いかに活かすかというところですかね。では、まずいつもの罠。鉄砲水。あとはマイビ。OK。これで、あとは敵をね、ここで負けるわけにはいかないので、確実に勝利をつかむために、まずは、
ちょっといつもワンパターンすぎるだろうっていうね、お叱りありそうですけど、鉄砲水のところまで敵を誘います。敵の大将がどこにいるかだね。あとはお命令ください。ゲチュゲチュ叩きのめせ。始めよう。ゲチュ始めるぞ。よし、まずは前にハマったな。姿を現したな。ゲチュ覚悟しておけ。始めよう。鉄砲水に引っかかれよ。よし、このままでは。やりたい前へ始めよ。ゲチよ覚悟しておけ。始めよ。ご命令くだされ。始めるぞ。命を始めよ。覚悟してもらおう。今ぞ攻め込め。よし、敵を一気にここは知れましたね。ご命令くだされ。命を始めよ。壊滅させていこう。確実に部隊を壊滅させていく。始めるぞ。覚悟せよ。ゲチュゲチュ、これをまた止まる。容赦はせぬぞ。ご命令ください。始めるぞ。ゲチュ始めるぞ。やりたい前へ。敵の大将がどこにいるかがわからないね。やりたい、まだ前へ。今ぞ攻め込め。やりたい前へ。敵の大将に打ちさえ知れれば、そこに一気にね、突貫をかけていくというのも手なんですけど、それがちょっとまだわからないんで、采配を使ってね。我が力思い知るがよい。切り込め。くそ、泥沼にはまった。ではちょっとずらして敵の間にはまって、味方のところにはまっている敵を今度は攻撃していきます。もうあんな150なんてほっといてもいたな。1920、敵の大将は1920ですね。切り込め。ご命令を。敵の大将がね、孤立するような向きがあれば、そこに部隊をぶつけてってもいいんですけど、ちょっと今微妙だよな。本当に微妙。ご命令ください。覚悟しろ。ご命令ください。とはいえこのままだと、ちょっと正直負ける流れだ。ご命令を。ご命令を。命を始めよう。やりたい前へ。容赦せぬぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい前へ。さてどうする。ちょっと劣勢が前へ目に見えてきているので、ここは敵対象に一撃を加えましょう。始めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。ここで敵が全軍突撃とか土地狂ってくれるとすんげえありがたいんですけど、これにちょっとそういう状況にはならなそうだな。やりたい前へ。やりたい前へ。毛利高近隊が敵を引きつけてくれてる間に敵の大将を狙っていくしかないな。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい前へ。むちゃくちゃ敵の大将を追ってってるけど、これほどとは。覚悟なき者。グルメ隊がまた敵をしんがりなのかな、受け止めてくれてる間になんとか敵の大将を討ち取る。
敵の居所をつかみましたぞ。我が部、思い知るがよい。それ以外に今ぞ攻め込め。勝つ術がない。ただハマったね。我らがやりたい前、敵の大将さえいただけば我らは破れるとは。これで岸和田城が土佐のものになれば機内に拠点を持てるので、だいぶ流れがね、変わってくるんじゃないかなと思います。すべての武将は処刑する。額を取ったわ。さっき柴田城だな。どうなんだろうね。うわ、むちゃくちゃ強いな。包囲でに200日、まあ、半年以上かかるという計算ですね。先月の終始、まあ、敵の戦意が、くじかれるのをちょっと待ちましょう。我が策ご覧ください。これにて表情を終わる。さあ、ここは水路の整備だったり、そういったものを入れていきます。下地倒幕の機運が一気に高まってるからね。ここで岸和田城、さらに和歌山城、この2つの拠点さえ取れればだいぶ楽になると思うので、一旦ちょっとこの流れを継続していきましょう。で、世界、なんかハーツ・オブ・アイアンをばっかりやってたんで、ちょっとね、世界規模で考えちゃいましたけど、日本全土、全国で、まあ、反幕府倒幕運動が起きている、この現状なんで、これに一気に乗っかっていきましょうか。はい。ではね、いい時間になりましたので、今回はここまでに、させていただいてですね、次回、引き続き、まあ、機内をね、制覇していくという大目標に向かって、邁進していきたいというふうに思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。